フェリアさん、早いですね。はい、いつもこの時間に起きてます。すごいですね。いや、ダメ、こんな会話には何の意味もない。やっぱりもっと正直になるべきだと思う。例えば、先輩の授業だからいい印象を残すために早く着いて準備したいんですって、デュランダル先輩に直接伝えるとか。ああ、この言い方はやっぱり少しストレートすぎる。ストレートに話した方がより早く知ってもらえると思いますよ。おはようございます、ヘリアさん。おはようございます、デュランダル先輩。まずい、私ってば一体何を言ってるんだ。ヘリアさんはとても緊張しているように見えますが、私が彼女の独り言を聞いたからでしょうか。それなら直接本題に入った方がいいですね。ヘリアさん、すでにあらかじめ環境を把握しているなら、このまま今日のギミックの設置と合理的な運用の授業を始めましょうか。この授業では武器の使用を制限します。ヘリアさんはフィールドにあるギミックを利用して正確に敵を捕らえ殲滅してください。はい、問題ありません。早めに授業を始めれば早めに終わらせることができます。そうしたら私たちは食堂の数量限定にゃんこ虫ケーキを食べられるかもしれません。待って、先輩は今、私たちって…ギミックを生かして自身の身を守ることを前提にして指定された数の敵を倒してください。きついと思った場合は私を呼んでも構いません。Thank you.
こんにちは、コラリー。ちょっと元気がないみたいですね。昨晩夜更かしでもしたんですか？実戦での防衛装備の応用、この授業は確かに予習の必要がある。手が滑って仲間をうっかり殴ってしまったなんて初歩的なミスをしたくないから。大丈夫です。手が滑ってしまっても避ける自信があります。へえ。今の話を理由にして本気で手を滑らせたら、あなたのシミュレーションゲームのログイン権限を回収しますよ。全力で頑張る。それならあちらの怪物で鳴らしておきましょうか。任せましたよ、コラリー。楽勝。クリアした時が授業を終わりにする時。簡単なことです。おかげで総体の正当な理由ができた。フィールド展開。この戦いは私たちの勝利です。
この戦いは私たちの勝利です。